こんにちは、クラランス PR の西村です。今回 TCC でご紹介する製品としまして、スキンケア、ボディケアの製品2点からスリムになって秋美人を目指そうというコンセプトでご紹介したいと思います。今回ご紹介する製品として、まずこちらがリフトアフィーヌラップという製品になります。8月29日に発売になったばかりの製品なんですが、こちらは小顔を作るというフェイスラインに働きかけた専用の集中マスクになっております。でそして次にこちらも同じく小顔シリーズで発売になっておりますリフトアフィーヌアイという製品になります。いらない、脂肪を捨てることによってはっきりくっきりとした目元を作ってくれるという目元用の美容液になります。でそしてこちらがリフトアフィーヌビザージュ、顔の、お肌の中に溜まっているいらない脂肪を捨ててくれるという美容液になっております。こちら3製品が捨てるシリーズとしてリフトアフィーヌシリーズでご紹介しているケアとなっております。で次にボディ製品となります。こちらがクラランスの第1号製品としてご紹介しております、ボディオイルアンティオーというむくみ対策に使われておりますボディオイルになっております。こちらがトータルリフトマンスール、皆様ご存知かもしれないんですけれども、こちらは気になるセルライトに働きかけてくれるボディジェルになっております。そして最後にこちらがクレームマスベルト、こちらはいらない頑固な脂肪に働きかけてくれるというボディ用のクリームになります。全身お使いいただけます。以上こちら6製品で、いらないものを捨ててきれいにスリムになっていこうというフェイスとボディの製品でクラランスからご紹介したいと思います。ブース内ではそれぞれ製品に独自のメソッドがついておりますので、合わせてご紹介させていただきたいと思っております。それでは当日皆様にお会いできることを楽しみにしております。